鈴木ウルフ t b 2 5 0ルは、鈴木が1988年から1990年にかけて製造、販売していたオートバイのシリーズ車種である。RGV250 ガンマを基本とし、ストリート走行を意識して製作されたスポーツバイクである。通称名は、鈴木ウルフ、社名及び形式は VJ21A。鈴木ウルフは、 ズキの2ストロークエンジン搭載車種の伝統的なペットネームであり、多数の排気量の車種が存在するため、ここでは1988年から1990年にかけて発売されたウルフの 250cc の排気量を持つ車種をウルフ250と呼称する。1988年3月に発売された。 RGV250 ガンマのネイキッド版として1988年6月に発売された。営業機種記号上は t b 2 5 0 j t b 2 5 0 k t b 2 5 0 a k t b 2 5 0 l の4モデルが存在する。K 型と AK 型の違いは速度計刻等の有無のみである。 J205 型エンジン1989年2月に発売。車体カラーはマーブルピュアレッド、スペースブラック。エンジンは RGV250 ガンマの J205 エンジンをそのまま採用しているが、キャブレターセッティングは若干変更されている。RGV250 ガンマとの主な相違点は以下の通り。その他、ネイキッド化に伴ってスタンドスイッチ配線。 排気デバイスのワイヤーの取り回しが小変更されている。1989年1月に発売された RGV250 ガンマに合わせてモデルチェンジ。TB250AK は速度警告等付きモデル。J 型からの主な変更点は以下の通り。その他、旧排気系統部品番号が変更となっており、細かい修正が加えられている。 1990年に RGV250 ガンマは VJ21A から VJ22A へフルモデルチェンジが行われたがウルフ250は VJ21A のまま1989年12月に小変更を受けて発売された。価格は51万1000円。主な変更点はキャブレターセッティング、ギアシフトスイッチ、コントロールユニットのリード線の変更。 吸気効率を向上する目的でエアクリーナーボックスの金網の撤去がある。速度計告灯は廃された。車体カラーにライトチャコールメタリックが追加された。ミクニ TM32 ウルフ250は基本車両となる RGV250 ガンマとはキャブレターの設定が独自に行われている。また年式によって設定の変更が続けられた。 RGV250 ガンマは、K 型で、キャブレターにエアソレノイドバルブを装着し、エンジン状況によって、空燃比を電子制御する機構が取り入れられたが、ウルフ250では採用されなかった。ウルフ250の変速比は、RGV250 ガンマの J 型、K 型と同仕様となっており、J 型から K 型で2速と3速が、老気化されている。ありがとうございます。